よろしくお願いします。僕に任せておけ。なんとまあクリスマスな雰囲気ということで、聖なる白夜のクリスマスガチャ、クリスマス背景の SSR ステファン・レディンが登場したそうです。そうですか。自動パスカット強化って気になりますけどね。うちとかなり密接な関係になりそうだけど、これは自動パスカット時一定の確率で必殺技が発動する。普通にあれだよな、マサオちゃんみたいなことをやってくれるってことかな。すごいね。しかもポジションがディフェンシブハーフとオフェンシブハーフ、すごいですね。さらにお風雲寺小春光、ラモン・ビクトリーノ、さらにロブソン、そして次はジェンティーレ、クライフォート、ロベルト・本郷再登場です。おかえり。ログインボーナスのコーナー、今日はこれをプレゼントするわ。ありがとう。さらにこれ今日のプレゼント、ありがとう。そしてクリスマスログインボーナス、はい、これクリスマスプレゼント、新しいお守り、新しいお守り、クリスマス2018ユニフォームですね。ログインボーナス、さらにこれで今日も頑張って、ありがとう。てなことで早速いただいたプレゼント類見てまいりましょう。クリスマスホーム受け取り、せっかくなんで今日の試合は今いただいたユニフォームを着用して頑張ってみようか。そして今日はやっぱりこのね、最近お気に入りの力パーティーでやっていきたいと思うんですが、ユニフォームホームオリジナル、久しぶりですね。これかいいね、このノルディック柄が。じゃあこれで、それで前回ディアスくんのカードを手に入れて前転シュートっていう技を持ってたんで、うちのディアスくんに伝授してみたんで、今日はチャンスがあればその前転シュート狙っていきたいと思っております。で、今日会いに来た選手なんですが、いるかな、強敵ですよ。いました、立ちはだかるドイツの高き壁、ドイツかっこ JY を倒して巨人の片腕を所持したデューター・ミューラーを獲得しよう。なんぼですか、なんぼのもんじゃいって、4万いってみよう。そうしましたら、そうですね、やっぱり力属性、まあ、シュートっていうところで言うと、うち力属性のフォワードってヒューガ小次郎ぐらいしかいないんだっけ。まあいいでしょう、行ってみよう。うん、あ、そうか、カズオちゃんも力か。いいね、ディアス上がれよ、エリア内でパスを出したい。勝負だ、よし来い、切れさせない、よろしく、よし、ここを通す、行け、ドライブパスで、いつだったかのシナイダーの SSR のシナリオで知ったんだけど、この辺の選手もね、何気に技を持ってるっていうね、恐ろしいですね、怖いですね。じゃあカズオちゃんに早速出してみるか。必ず通す、
届けタイガーポッド、ノルディックコジコジ、マガトゥー、負けない、俺たちの空中サッカーだ、トライアングルシュートだ、うりゃー、決めろそしてメリークリスマス、デューター・ミューラー、そんな小細工俺には通用しない、ここだやったぜよし、このまま攻め抜いてやろうぜさあ、ファーストゴールを決めたところでだいぶ安心感が生まれたんで、前転シュート狙っていこう。ここはきっちり仕事させてもらう。クリスマス空中サッカー。なぜお前がこの位置に。なぜお前がこの位置に。よっしゃ。ああ、それ。オッケー。ディアス上がれ、ディアス。その間、シナイダーがここでドリブルショーを展開いたします。これでかわす。俺のステップについてこれるか。かっこいい。上がれよディアス、上がりが甘いな、翼は結構上がってんだけどな。勝負だ、よし来い。意外と慎重派。そうしたらね、まいったね。じゃあ翼経由しようか。頼む。で翼はトラップ、行くぞ。問題はですね、高い球になってしまうと打てないでしょ、低い球前提でしょ。来た、よし。サッカーは自由だ、名誉にかけても負けられない。まずいな、もうさ、シェスター君なんてパスカットに自分の人生命をかけてるような選手だからさで、ちょっとディアス君、ディアス君かぶってんだよな、ヒューガと。ここにいるのがディアスだと信じて、なんかこういう服を翼が着ていると、さなえちゃんの手作り手編みのセーターをなんか連想してしまうね。高いボールだったか、トラップして、でもさすが翼通してくれたよ。よっしゃ、一人センタリング、きた、一人センタリング、これある意味サイクロンですよキャプテン翼3。勝利を拒む者もこの世にはいないんだ。サイ。そんな小細工俺には通用しない。ここだ。やるな、力属性キラーが発動してたのに。俺に任せろって。これはカズオちゃんね。兄ちゃん、兄ちゃん来てるよ。兄ちゃん出してみよう。ここ。兄ちゃん、一人センタリングからの、お、そうか、ついにあれを試す時が来たのか。よし、よっしゃ、よし、行け、行け、タイシュートだ。そんな小細工俺には通用しない。ここだ。やったぜ、フースバルサッカーがにぎやかになった。このさっき、これは以前にも、俺がマークにつく。これは恐ろしい技ですよ。靴下までおしゃれだぜ。サッカーといえば立花兄弟の先輩特許だぜ。オッケー、ヒューガ、あ、時間か。よし、じゃあ見るものを見たんで、何、もうちょいやらせてくれって。
わかった。じゃあもうちょい頑張ろうか。一応ね、力属性キラー持ってるんで、今回のミューラーが力ですからね。来たー。お前を徹底マーク隊、行くぞ。吹き飛ばしてやる隊。そのセリフ好き。行きますぜ、フォワードの皆さん。行け、カビソリシュート、ここだ、くらえ。なんかかっこいいじゃん、そのユニフォーム。ソーダマコト様になってます。おっと、さすがマガトゥ。それチー、負けてたまるか。守るぞ、勝負だ。行くぞ。行くぜ。僕が止める。よし、えらい。おー、もらい。はい、地味にさ、ポイントまずいんじゃない。ふとさ、左上を見たら、えらい。吠えろ吠えろ翼、ヒューガ。なんだけど、ディアスがね、俺に渡せみたいな位置にいるんですよね。ただスタミナがないか。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。トラを超える、これが俺の雷獣シュートだ。いけ、ライザーボール。ワンセグでマキちゃんの試合を見ます。ヒューガ小次郎です。やったぜ、やったぜ。そしてあれは俺が中二だった頃、中二病だった頃、中二の夏、みんなの知らないところでサナエちゃんとイチャイチャしておりました。ボールは翼です。サッカー選手の勘、奴は何かをしでかす。うん、しないだ。サッカーは一人じゃない、行くぞ。パワフルファイヤーショットじゃ。勝負だ、負けない。これが技のプレイだ。いくせ、ノンファイヤー。そんな小細工俺には通用しない。ここだ。サンキュー。よし、急にゴールがドバドバと生まれました。パワフルノンファイヤー。守備は俺に任せておけ。もう大丈夫だよ、もう僕の中の合格ライン行ってますんで。いや、楽しい試合でした。またロベルトに頼ってしまった。カズオ君が来たことによってね、バリエーションが増えた。初回クリア報酬。協力ありがとうございました。巨人の鉄壁、鋼鉄の巨人ミューラーのパンチ、自らが前に飛び出すことで相手が脇の下を狙ったシュートを肘で防ぐ、
人間離れした野生の反応があってこそ可能な技。どんなシュートでも止めてやるぞ。ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーはこの俺だ。試合ではっきりさせてやる。ナンバーワンキーパーはこの俺だ。どんなシュートでも止めてやるぞ。どんな体勢になろうともゴールは必ず守る。止めましたよ先生。あ、いいね今のいいね。キャプテン翼5にも似たようなセリフがあったね。先生